どうもニューヨークです。お願いします。さあ今回は何でしょうか。はい、今回は写真系の企画の時に、はい、必ず2人がダイアンのユースケさんの、今の写真が結局一番面白いということに落ち着いてしまうと。毎回そうかどうかわかんないですけど、まあ、確かにユウスケさんの今の写真が面白いみたいな話をしたことはあるね。ダイアンさんのやっぱ2人のビジュアル結構最強みたいなことはちょろちょろね、勝手にやっぱ予想してもらってますね、はい、だから何ですかということで、そのユウスケさんの写真を使って、それはもうやばいかもね。使っていじり倒してることになるから、それもお借りして、ちょっといろんな方を合成してみたら面白いんじゃないかなということで、ユースケさんかける誰誰を何回かやるってことですか。はい、どういう企画なんですか。ユースケさんもユースケさんほんますんません、これいやもし万が一いやバレるよ、絶対バレんねん、ほんすいません、勝手になんか変なこと言ってますスタッフがえそれで、その誰と合成したかを当ててもらおうと。いや何なんですかその企画まあでもこれが面白かったら他の人もやったらいいし。そうですね。何なんそのユウスケさんに誰混ぜたらどうなるかっていうの。でユウスケさんと混ぜた相手は誰だを当てるっていうクイズ。そうです。何すか。誰と誰かでよくないですか。そう。なんでユウスケさんが軸なんですか。やっぱユウスケさんと混ぜたいじゃない。一回やってみようかもうちょっと。すいませんユウスケさん本当に勝手に申し訳ないです。はい、ちょっとだけちょっとやらさせていただく。どうするこれ。だお会いした時に言う。言おうそれは。この間 YouTube でちょっとだけやらさせてもらいました。なんかスタッフさんスタッフが勝手になんかユウスケさんと誰を混ぜたら変わってるクイズをやったんですけど、説明もややこしいし、なん意外とこれね気悪いっぽいよ。やっぱ俺最近気づいたんやけど、あなんか山内さんってめっちゃかっこいいっていうかめっちゃすごいのに後輩に慕われてないみたいなことを多分何で言ったんだけど、何の企画やったかな。時計や。誰だかそれ時計の曲の時俺がそれ言ったの切り取りかなんかを山内さん見たらしくて、うん、山内さんなんかその次のジョンソンの時に怖くて聞けんかったらしいよ。あれどういうことってなんかニューヨークが YouTube で言われたボロクソ言うてるみたいな、俺のことボロクソ言うてるみたいな、で前よくも言ってくれたなとか言うたらええのに、それも怖くてよう言わんかったよ。言われた確かに山内さん言ってた、本当すいません。だここ切り取られるかなこれも。どう大丈夫かこれユウスケさんのこれ。だから山内さんなんてだいぶ仲良くさせてもうたやんか、はい、このジョンソン。ユウスケさんまだその飯とかも行ったことないしさ、なんか陰で大いじりしとる後輩みたいになるのが嫌やね。そうだよね。だからお前言ってあったら言わない方がいいのかな。言った方がいいか。てかやめたらいいやんもうもうやめようよやっぱりこんな企画。サムネはちょっと考えよう。ユウスケと誰かけたかクイズみたいなのにしたらあかんで、サムネ絶対あかんかんでもその方がいい演出じゃん。隠れてバレないようにやってるってなんない。なるべく本人に言わんといてもらおうかこいつらにらこいつらが言うからすぐ。まあね、いやそれ演出やわ。確かに影でいじってるやん。そうだよね。やめるか一回一回やってみる。とりあえず一回やってみて、やってみるわ今から。じゃあこれが公開されとるってことは5出したってことや俺ら。一回やってみる。はい問題変なクイズだな。これに関しては混ぜた方の方が結構強いですよ。だいぶ強ない。ユウスケさんというよりね。でいやもう井上さんやん。もうまんま、うん、ユウスケさん消えた。これパッキャオだよね。マニーパッキャオの写真じゃなくて、それもっとユウスケさんが誰か混ぜた写真ですか。ユウスケさんが色濃く残るっていう写真なんかと思ったらもうほぼやん。じゃあ見ますか。はい。あ変わらんやん井上さん。もうほぼユースケ。ユースケさんって意外と白なんかもない絵の具で言ったら。なるほどね。黒かと思ってたから、ね、ほぼほぼ井上さんでしたもんね。もうなんかだから違和感ない顔になってましたね確かに
なんか国籍変わるの。アジア、アジアになるね。もう一問だけって。もういいんじゃない？もう一問でいいんじゃない？今のでも十分じゃない？いやそれが一番いい。もう一問だけやってみるわ。もう一問だけやってみよう。怖えよ、見るのが。何これ？え、誰これ？え、難しい、本当に。え、これ誰これ？これ、嶋佐か？おー、俺か。え、めっちゃイケメンやん。なんか井戸田さんみたい。外国人みたいになりますね、これ。これまた、ああこの目やからか。ああ、え、かっこよくない？かっこいい、かっこいい。アメリカ人みたい。うん、格闘家にも見える。ハーフみたいな。めっちゃかっこいい。ポーランドの資格こんな顔じゃなかった？ブレイクの誰か顔わかんねん、ポーランドの資格の。なんかちょっと牧野さん、サッカーの牧野さんみたいな。なんかデビッド伊藤さんかも。ああ、あるね。うん、もう一問やります。国籍が変わるの。本当にこれ。これ山内さんだ。あ、俺分かんなかった。分からなかった、うん、めっちゃ韓国の誰か分かる方がおもれえわ、これ。パーンって韓国感出るね。出る出る、韓国の嫌なやつ。でもその違和感がないっすね。こんな綺麗に混ざるんですね、このアプリで。俺山内さんって分かんなかった。あ、そう、一瞬。確かに一瞬分からんと、もうずっと分からんかも。ほんと韓国の議員さんみたいだね。なんか嫌なやつよ、韓国の。とにかく主役じゃない、ドラマで出てくる。あー、おもろいくよ。あ、おもろ、おもろ。中本浩二さんや、完全に。か、なんかちょっと落語家さんにも見える。あ、これは浦井。うん、あ、浦井が強いね。さあ次。やっぱもうやめます、もう最終問題。次最終問題。やっぱ今のゆうすけさん、おもろすぎるよ、この写真が。このすげえよ、写真だよ。なんか混ざったやろ。混ざってない、純正。混ざってないんや、これ、ゆうすけさんに。はい。ああ、ゆずるさん、うん、なんかだらしねえな、口元が。でもこれもまた国籍、国籍が変わるのはなぜ？てか、誰と混ぜてもそうなるんですかね。ゆうすけさんがやっぱ外国人っぽいのかな。確かに、なんか外国人っぽくなるね。なんかコーディネーターみたいな、うん、あ、ベトナムのアイドルみたいな。なんか口元だらしないな。あー、ゆずるさんやわ。はいはいはい、次。あれ、え、ゲラゲラ星人。違います。むず、ちゃんとむずい。かわいい目。あ、わかった。え、誰？パンサー向井さん。正解。あー、なるほど、おもろ。あー、よくわかったね。あ、これもちょっと日本人っぽくないね。しかも、うん、ザ外国人じゃないよな、うん、ちょっと日本人に見えるアジアの人みたいな。アジアの人やね。あ、え、誰こいつ。え、誰こいつ。え、あ、分かったかも。誰？りょうちゃん。あ、分かった。じゃああっちだ。金ちゃん。いや、いい、言っていい。うん、ナダル。正解。あー、ナダル、これすごいわ。これぶつかり合ってるな。なんかやっぱナダルの目って面白いね。ナダルの目ってすごいよな、クリッとしてるな。これ、やっぱ可愛い目してるんだ。へー、面白い。あ、パーティーパーティーの平川くんにも似てるかも。あー、はいはいはい。あ、わかった、わかる。ボクサーじゃないのこれ。しかも日本人じゃないな、これも。無栄隊やね。わかった。はい、そっか、森山さん、うん、正解。あー、次。え、誰これ。え、なんじゃこれ。え、メガネかけてるってことですよね。そうです。
でこのメガネ、これめっちゃ難しい。髪型とかもヒントあんねんな実は。髪型違うか全部。そう違うね。まあゆずさんの時は前髪やったりしたのよ。芸人ですよね。もちろん芸人です。もしかしてですけど、資産の長谷川忍？違います。あ、違うんだ。なるほど。二郎さん、トロサーモン郷さん、違うか。あれ違うな。こんな目じゃない気するな。結構細いぞ目。なんでだ、なんでこんなお金。小島ラテね。違うよお前。正解言いましょうか。ラテで。え、ちょっと見ようかな、じゃあ。ごめんなさい、ギブアップやな、これ。うん、あーうわ これ当てれた。なんで分かんなかったんだ。昴生さんだ。めちゃめちゃ昴生さんだ。めっちゃ昴生さんやん。あー、こんなメガネのイメージじゃなかったな、もう。昴生さんおもろい顔してるな。いや、ゆうすけさんのおもろいよ。いや、昴生さんやっぱおもろいよな。おもろくねえよ、なんやったら。こうやってみると。なんで、いやいや、昴生さんやっぱ面白くない、顔。いや、俺もう見ようにしとるから。俺の体感、昴生さんここにおんねん、ゆうすけさんここにおんねん。ずっと俺こうやってしとる。次。またアジア。え？難しい。これは錦鯉の渡辺さん。違います。グランジダイさん。違います。なんでさっき昴生さんわからなかったの？もうちょいヒントないですか？あ、わかった。長田さん。正解。おお。ほんとこうしたら分かった。ほら、長田さんやん。めっちゃめっちゃ長田さん。こうするとこれむずいわ。あー、なるほどなるほど。いや、めちゃくちゃむずかった。これだから相性いいんだよ、多分。なんか相性いいんだな、雰囲気が。うん、似とるもん。面白いな。鼻筋、次。鼻筋似てる。似てるかな。似てない。鼻筋じゃない。なんか相性いいんだよ、系統。はい、ホイケンタさんじゃないぞこれ。分かった。あ、俺も多分。あ、これおもろいなこれ。大仁田淳さんやなこれ。違うの。大仁田淳さんじゃないの。混ぜてるよ。ハマちゃん。うん、はい、なるほどなるほど。え？え？ミルコじゃないのこれ。和製、和製ミルコこれ。え、あの人、黒コップの人。似てる。似てるよな。似てる。分かった。お、ダイヤモンド小野ちゃん。違います。あ、違うんだ。後輩。後輩？このチャンネルにもよく出てくる。刺身？正解。へえ。刺身か。ああ。あ、本当だ。ちょっと、あ、でもこれすごいね、やっぱ混ざり方してるわ。あ、確かに。めちゃめちゃ混ざり、すごい混ざって、どっちの感じも全然分かんなくなってる。うん、次。面白いわこれ。え、誰、分かる？分かった分かった、これもすごかった。メガネとヒゲは あるってこと？うん。モグラ？え、すぐ分かったの？すぐ分かった、俺は。もうこれはね。カオス師匠じゃないよな。カオス師匠じゃない。分からん、誰？タバヤンさん。正解。あー、なるほど、よう分かったな。いや、これは分かりやすい。あ、そう。めっちゃタバヤンさんに似てる顔。何やねん、この人、タバヤンさんって。タバヤンさん、おもろい。わけ分からんことになったな。タバヤンさん、めっちゃおもろいな。うん、おもろいな。でもまあユウスケさんの方がおもろいけどな。はい、そう。アントニー。正解。ああ、おもろ、おもろいな。アントニー強いね。アントニー強いわ。アントニーやな、おもろい、かわいい目。アントニーってやっぱ、うん、目かわいい、目クリクリやん。おもろいな、やっぱアントニーは。ゆうすけさんもな。さすがにおもろいな、アントニーの見た目ってやっぱ改めて見た。さすがに言うと、ゆうすけさんな。あ、
小杉さん。俺も思った。違います。俺も今小杉さんって言おうとした。違うんやん。何これ。信清純。出さんて。まだ。出したれ。出さんやろ、信清純。この一年後、サンシャインを。まあまあまあ。うん、普段特徴がとてもあるので、分かりにくいのかな。ちょい太ってる？太ってます。金ちゃん？違います。りょうちゃん？パスする？あー、ほんまやわ。うわー、なんで分からへんねん。これでもむずいわ、ちょっと目がやっぱ。いやでも西本さんの目やでよ、見たらちょっと離れたんかな。ちょっとね、いい具合に合わさってめっちゃむずくなってるわこれ。あ？女性だな。男性です。嘘だろ、夏子とかかと思った。なんじゃこれ。だいぶゆうすけさん消えたぞ。めちゃくちゃ消えたな。リリーさん。正解。誰さん？リリーさん。なんかマジで？あー、リリーさんっぽい、この辺。あー、めっちゃリリーさんっぽいなと思ったけど、こうなる。なんでこんな髪の毛こんなになってんの。あ、ちょっとロン毛やからかな、リリーさんが。リリーさんを女性と判断したのかもね、AI。おもろ。はあ、はあ、おもろ。いやいや、外国人混ぜた人はさすがにこれは違います。純度100の。いや嘘だよ。表情もおもろい。大吉さん。千葉恵美。バビロン。出さんのちゃう。ゆきおちゃん。男っすよね。男。顎に特徴って思ったけど、2人とも20やもんね。東京、大阪、どっちっすか。東京。和田まんじゅうさん。ジャンボだ。正解。あー、なるほどね。なるほどなるほど、この洗剤だね。なるほど、そっか。ジャンボっぽさ、これむずいわ。ジャンボっぽさがないもんだって。ほんとだ。なるほどなるほど。ジャンボってやっぱむずいな、いつもなんかこういう時。すげえな。わかりました。これが最後に終了。はい、おまけ。おまけ。あ、俺とゆうすけさんを足したらこうなりますっていう。おもろ。一番面白いじゃん。一番面白いじゃない。面白い。明らかにでも日本じゃないね。こう、しかも分かんねえな、これ。お前って。分からん。俺、これ出ても俺って思わんわ。お前の時の方がお前感強かった。うん、どういうこと？ユウスケオンユウスケ。これは、これはやばいかもね。押したらいじったってことかもね。一回見る。一回見るだけですよ。もうこれは本当に流れてるか分かんないですけど、一応見ますか。意味が分からん。意味が分からん。あ、薄なったね。なんかゆうすけさんがだいぶパワーアップしてない。そうなるんだ。津田さんもやっぱだいぶ面白い顔してるから。ダイアンさん2人混ざったらどうなるんだ、それは気になる。うん、あ、ね、全然本物の方が面白いやん。おのおののなあ、やっぱすごいねんって、ダイアナさんって。すげえわ、うん、合わさると全然そうだね。全然おのおの、なんかおっさんやな、ただの。単体の方が全然そのやっぱ持ってるパワーが全然。そうやな。ということで、まあまあまあ面白いクイズではあった。いやすごい。いや、まずそもそももうダイアナさんは俺めっちゃ好きやからな。そうやね、うん、お前もラジオも全部聞いてるし、聞いてダイアンさんの愛語るみたいな番組この間呼んでもらったからね。ああ、うん、そうかそうか。それぐらい好きですから、はいはい、それで勘違いせえへんように、うん、本人の耳にそこだけ届けばなと思います、はい、ということで、すいません、ありがとうございます。ゆうすけさん、ありがとうございます。勝手にさせていただきました。すいません、勝手にさせていただきました。めちゃくちゃ面白いクイズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これね、ゆうすけさんにありがとうございました。すいません、ありがとうございます。